そしてこの隅田川花火大会は20発が打ち上がったそうなんです。江戸時代の花火というのは今と違って一色の花火だったそうです。そして日本ではもうすでに江戸時代からおもちゃ花火というのも生まれていますけれども、おもちゃ花火の代表は皆さんはどうでしょうか。線香花火、おうちでも気軽に花火を飛ぶことができますね。この線香花火なんですが、線香花火の大根を持って何だか花火豆知識のようになってきましたけれども、実はこの線香花火火薬の量は 0.08g なんだそうです。でも少ないんですね。こうしているうちにお時間も迫ってまいりました。こんなおしゃべりをしている場合じゃございませんね。そろそろ、花火をカウントダウンに移りたいと思います。会場の皆様も先ほどから整列してくださっております。花火強げスイッチは松丸区長に押していただきましょう。松丸区長、スイッチの前までお越しください。さあ、会場の皆様とご一緒に花火のカウントダウンをいたしましょう。花火はステージに向かって右手方向より立ち上がります。カウントダウンは5秒前から行います。会場の皆様ご準備よろしいですか。それでは太鼓連盟の皆さんお願いいたします。Really good seat. I remember, it's really good. Could get so close. We're not 5 million miles away from it. Don't break the camera. Yeah, もういいや。大丈夫。To the music part. Play music for this. すごいすごい。ここまで拍手できる。